いきますよ。はい、85ページの3番のところからいきますね。何やってるんですか。はい、右の図のような図形、こんな図形を、直線 L を軸として回転、してできる立体について次の問いに答えなさい。まあ、括弧して注釈で、回転させてできる立体のことを回転体と言いますと。で、1番が体積を求めなさい、2番が表面積を求めなさいっていうことなんですけれども、まあ、言ったら回転させてできる、立体というか、それがどんな形なんかが分かりますか？分からない。円柱。円柱の中に、なんか、もう一つの円柱がなんかくり抜かれた形。もし例えば、なんかこういう、想像してほしいね。これを、くるーっと回したら円柱、こう円柱できるの分かる？まあ、分かる。回転させたらできないじゃん。できるやん。だから模様模様、ここを回中心に回転させて、だからコンパスみたいな感じで回転だけ、こう回転になるわけやん。ここもこう回転になるわけやんか。ここを中心として残像的なものを組み合わせ、残像やし、俺は残像、俺は残像で、ここにあるものに何かつけて、じゃあ全部残像ってことあれは？残像といえば残像な。だって想像やねんから。ね。で、こういう形になるでしょ。で、これが、こういう形やったらまあシンプルで、まだ分かりやすいけど、例えばさ、こんな形回転させたらどのようになりますかって言ったら、三角柱。三角中にはならないですね。三角錐。錐やな。円錐。円錐やな。三角錐やな、ね。円錐やな。ですよね。はい。で、こういう中途半端な形をじゃあ回転させたらどうなるのかって言った時に、分からなかったら、ここにあるって考えたらいいね。ああ、まずもう埋めちゃう。そうそう。粘土がなんか冷たってぐるっと回すって考えたら。それから最後に引けばいい。うん、そうすると、円柱。円柱から中心があって3センチズボって入ったところにこういう円柱をくり抜いた形ができるって分からへん？分かる。あ、そういう意味ね、うん、そうするとここ14センチになって、ここ10センチだからここが10センチになって、あ、そっか、上が10センチ3センチですからここが7センチになって、で、ここが6センチだろ。こういう形になるわけ。そこがさ、わかる？半径がもともと10ですか、これは。半径10ですね。かける。だから全部求めた。だから黒の円柱引く、赤の円柱引いたらいいわけ。だから 10×10×3.14×14-7×7×3.14×6 してるで、3.14 最後置いといて10、10、14やから 1400×3.14 引くことの776やから 49×6 やから294あってるかな、あってるかな、かける3.14や、そうすると、1306かな、そう、1106か、300引いて6足したいから 1106×3.14 やろ、うん、答え何個だった？もう3000何個だったやろ、ここにある、うん、あ、めっちゃ式長かったやつ、そんな式いらへん、長くないやろ。でも長かった。何ペ？339.1。300か？違う。1番が4242.14cm。嘘、それじゃないでしょ。それじゃない？85の3番だから、3472.8。そうやな。1000で3140でしょ、100で314やろ、6で 18.84 やろ、うん、こう足してみると3000、こっち繰り上がりせえへんから3400411やけど、ここ繰り上げするから3472.84じゃないの、3472.84や、
すごい数字。あ、でもなんか嫌ですね、こういう数字。何が嫌やねん。いや、なんかもう本当に嫌ですわ。表面積実はもう簡単やねん。え、うん、めんどくさいね、いちいちなんかさ、うん、ね、立てかけるよか、立てかけるよ。違うよ、そんなのせんでいいやん。え、底面積だって表面積って、実は長方形やから。長方形っていうのもあるし、実はここと、ここと、ここって一緒やろ。ここそこにあるわけやから、ここくり抜いてるけど、ここに表面積があるわけやから、これかける2でいいわけやんから言ったら、うん、え、ここくり抜いてるけど、ここに穴があるのを言ったら、表面積って色塗らなあかんとこやんか、うん、ってことはここにここがあるから、言ったらこれの面積2つでいいわけやんか、うんうんうん、でさらにここは展開図の側面でこう展開図したいわけやん。あ、そういうことか。ここ14にして、ここがなんぼ10と20やから、 20×3.14 や。上に円書かない。側面がだから 20×14×3.14 やから 280×3.14 や。まずな、これが側面積。それとあとこいつが、10×10×3.14×2 や。で表面積だけ丸しとくな。ここと、ここと、あともう一個ある、分かる？この内側、うん、この内側、このここ。ああ、はい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 。ここはどうすんねんって言ったら、ここは6に対して、ここくり抜いたら何倍やったっけ？ 10 の3やから7やから、うん、14か。だから、ここが 14×3.14 や。この周りやな。うんうん、で、長さが6センチや。ことは 84×3.14 や。なんで280と84の364と10×12やが200やろ。答えなくなった。480の84やから 564×3.14 やろ。絶対 3.14 でまとめるっていうこと分かってるから、答えは、うん、1770.16。ほんまかとかやると、200と280と84全部 3.14 計算してたらいけないから、480の84ですから 564×3.1 やろ。計算すると、そうすると500の 3.1 が 1570 や、60が 188.4 や、4が 12.96 や。これって計算したらいいんちゃう？っていう話。100か100か1000やろ。あ、1000か1700。1700やな。1706の61.36。なんじゃない？人間って慣れてきたら怖いもんで、教科書ってさ、絶対今まで勉強って右から計算して繰り上がりってやるやんか、うん、それは当たり前やねんやんか。それでちゃう、177や。なんで08に、なんで6の13のやってるやってるよ。1の、え、177やな。7やな。人間って今言うたことが否定されるやんけ。不思議なもんで、左から見ては繰り上がれないなと、計算した方ができるやろっていうのを言おうと思ってんけど、まあ、間違えちゃいましたけどね。でも言ったら 3.14 で、これまだ簡単な問題やからな。中には、円周率が使わない問題も入ってくると、それと別計算しながら、何分の何みたいな、何分の何じゃないよ、円周率と関係ないところも足さなあかん問題とかも何関項になったら出てくるけど、まあまあ西山家で言ったらな、作れるよ、十分切断した場合とか。あ、ちょっと難しい問題で、円周率をどうやって、なんて、だから 3.14 ばっかりでまとめる計算やからまだ楽やんかって話、これ全部な。絶対あの縦か横に必ず円の円周が絡んでくるから、絶対 3.14 どっかでかけるから、最後 3.14 でまとめたらいいかもわからないけど、中には問題によって 3.14 が入らん部分も出てくる、問題も出てくるんで、この問題に関してはこういう問題なんですよ。だけどやっぱ普段から小数の計算慣れてなかったら、こういったことも詰まっちゃうんですよっていうことを意識して聞いておいてください。いいですか、はい、これが、3番の問題な。はい、84の4さっき説明するは分からんって言った人おいたから、はい、これあのほんまによく出てきます。84じゃない、
84の4ができたら5もできるから、まず先に84の4見てください。これ消しますよ。はい、どうぞ。はい、楽しや解く方法を教えるからよく見といてな。まずグラフから攻めるのよ、こういう問題って。ほとんど先生とか。なんでなの？早く終わりたいやん。うん。早く終わったら遊びたいやろ、お前らも。いや、別に。いや、まあ確かに遊びたい。うん、遊びたい、次のことやりたいや、分かったら。うん、まあ遊びたいというかね。まあ遊びたいというか、別のことやりたいや。意味が分かれば、それ以上のことしたくないやん。分かる。わかるやろ、うん、で、どこから攻めるか見といてください。はい、これそれこそ、向こう側乗車多く出てますよ先生。あそこに先生、そこ本じゃない、ここそこ、そこ、25の上、お前な、これ向こうにめっちゃ出てるん、毎年出てるんちゃう、マジか、うん、平均点を見る限りそんなできてるとは思えないですけども、まあまあいつも5番か6番か、まあもうちょっと難しいもんね、出ますよ。で、この問題いくで、要はどういうことなんかって言ったら、ここにこれ足したらいいね。蛇口が A の面についてるってことが分かるやんか。な、分かる。A 省略、A を簡単に書くと、こう書いて、水がここに、ここからスタートするって書いてるわけや。ここは A の面、ここが B の面って書いてたら。上蓋取った方がよくない？あの四角の上の辺。いや、実はこうなんてよく分からへんやんか。蓋とは言ってないやん。確かに。こういうのを、こういうのを後付けていいんですよ。はい、はい、はい。でも、奥行きを書かなければ、そこ空いてるとかになりますね。自分で分かればいいやん、そうやで。いいこと言うね、はい。いいこと言うでしょ？うん。たまにな、はい。おい。ほんまそれな。それな。ほんまそれとかやめてな。ほんまやめてよ。いきます。ほんまま、自分が分かればいいやん。で、今ここに書くことは、俺今日ちょっと忘れちゃったけど、ノートになんか書かんでいいから。じゃあだからほら紙持ってきたらよかったんやけど、ノートにきれいに書こうと思ったら絶対にもうそこの神経入って頭に入んないから、めんどくさいかもわからんけど、なんか紙に書いて家にまとめろって、学問に近道なしでいいやろ、はいはい、いくよ。どういうことなんかっていうと、まず水ここから入んねんから、まあここは A だけ入ってるわけや、わかる、だから1番のゾーンに入ってるわけや、わかる。でここなんで停滞してるんですか、こっちにこぼれるから、2番や、ここ、だからここ B の面や。やけじゃダメ。ね、ちょっと俺の絵は嘘っぽいな。うん、嘘っぽいです。どこが嘘っぽいか分かった。ここやな。え？書いてて。もうちょっと。こんな急じゃん。そうやな。こんな、ありえへんわな。こういう器やったら別やけどな。急に細なってたりしたらな。ああ。じゃあ、どこがつぶみたいな。あ、私それさ、B か、それって書いてたやつ。こうしようか。先生、ちょっと急です、急です。もっと緩やかです。やばいやん、これはいいやん、ここより緩やかやったらいいやん、あ、ちょっと緩やん、だから1番、2番、3番ってこういうふうに考えていいね。質問した人聞いてますか、ちゃんと。はい、聞いてます。聞いてますか。聞いてます。リアクションせいや、さっきまでの元気がどこ行ったんですか。俺から振ろうね。それじゃ言いませんよ、はい、まあ、それで、でこれで何言ってたんっていう、あの大手の人が勘ぐって、ちゃんちゃんってなってしまうお話なんですけども、ちゃんちゃんハイスクールライバーの話だね、はい、はい、最口で言うほらやっぱ小さい、何言ってね、はい、じゃあこれいきます。この問題ですね、で毎分3リットルずつ入れます。3リットルはもう分かるわな、これは常識のジョーコちゃんだ、これは3リットル、あ、これなんかさ、ちょっと前に知った、もうちょっと前に知ったってやつはちょっとほんまに危険ですよ、はい、じゃあ1リットルは1000だ、そういうことですよ、そうです、賢くなりましたね、はい、いきますよ、それ1リットルは1000ですよ、いいじゃないですか、それで、で、これな、どうやって考えるんかっていうとですね、まあ毎分3リットルずつ入れてます、で、3分で15センチってことは、この問題何、1分で5センチってわかるやろ、うん、1分で5センチずつ上がってます、3000ずつ入れてんねんから、3000割る5で、ここの底面積は600っていうこと分かったやろって話、うん、え60ある、え、なんで3000割る5
え、なんで ?5 分間、違う、1分間で5センチ上がったわけよ、水位が。うん、合ってる、これ多分合ってる。だって3分で5センチ、10センチ、15センチってなったわけやんか。で水の入量は1分間に3000円出ますって書いてるわけやんか。だから3000かける3割15。だからここまでが3000なわけやん。3000、6000、9000ってなってるわけやんか。意味的だ。3分間で15やったら1を見んねん、絶対。基本的に。こういう1に当たりを絶対求めんねん。3分で15センチ水って水の高さな。水の高さが15センチまでなってるってことは1分あたり5センチ上がってるっていうことだから、3000立方センチ水を入れたことによって5センチ水位が上がってるってことは底面は3000割る5で600になるよ。わかんない？いやいや、ここまでをスムーズにいかなかった。これはわかる。そういうことやね。で、次大事なことは、で、しばらくの間こう入りませんよ。で、しかもここ10センチって書いてるやん。ここ10センチって書いてるやん。書いてはないけどな。うん。隠れてるやん、10センチ。うん。ということは、10かける底面積が、そういうことですね。もう分かると思いますけど、B の底面積求めなあかん。うん。っていうか、一番楽な方置いていい。うん。あ、欲しい。っていうか、これ B 求めなあかんね。求めねえよ。え、ちょ。問題ああもう問題は後でいい、ね、俺言ってん全部この問題を丸裸にしたら答え全部出てくるっていうやり方や。あどういうことかって言ったらここに水入れるわけやろ、うん、次ここに水入れるわけやろ、うん、そしたらここの水の合計とここの水の合計で考えていいんちゃう。ここの水の合計の底面積やるやん。底面積やるやんか、うん、なこことここの合計の底面積って絶対同じなんちゃう、うん、同じ言うと分かる、うん、これめっちゃ大事なこと目つけなあかんこと。ここはもう全部入ってしまったからここに散らばっていくけど、意味的に考えたらこことここの合計で見たらここで切ったらここの面積とここの面積が散らばるってどういうこと。散らばるっていうのは最初ここに入れるからこっちには絶対いかんやろ。ここに仕切りがあるわけやから水こうばーって入れてもここに水位が達した時こっちこぼれるわけやか、うん、でもこれがもし仮に行くでなかったとしようや、なかったとしようや、なかったとしたら言ったらこう、これがこういうふうになるんちゃう。なる言ってみなかった。うん、それ全部一気に上昇する。そうそうそう。ということはここまでが15センチ、ここまでが10センチっていうことは底面積が同じで水の量同じ割合で入れてるわけですから、15と10って何対何ぼ。15と10は3対2。3対2やろ。え、2対3。3対2。3対2。なんで変に逆位なんか使わないで、ここまで達成する水の量とここからの達成する水の量っていうのはここで全部揃ったわけやから、ここまで3の時間がかかってここまで2の時間かかったってことが分かるわけじゃん。うん、言ってること分かる、うん、そうすると全部で15分やろ、うん、15分を3対2に漢字4文字したいだけじゃん。比例配分。そういうことです。ってことはここはもう自動的に9分ってなるわけ。え、9と6。そう、ここまでが6分かかるんですよってこと。ここまでは9分。あ、9分やから、3分に対して、うん、9分な。で、その次に分かってほしいこと。ここまで3分やろ。9分でここ何分？6分。6分ってことやろ。あ、6分ってことは。ここまでが3分に対して、ここは2倍かかってるってことは、ここの量のここは2倍ですよってことやろ。え、そっか、2倍。じゃあ、1200。1200ってことで。そういう意味で？え、あ、そういうことだ。こういうふうにやったら他の自転車どう差が。え、四角は9ってこと言ってんの。四角は9ですよ。だからここも一体に集中してください。これもこうやってずっと練習したいつまでも回せるようになりました。これこうやって意味なかった、うん、まあこれは正直言うわ、何回も動画繰り返してみたら意味がつかめると思います。え、ここに入れるやろ、ここに入れるやろ。何3倍じゃない。どれが何で3倍な。ここまで3分かかってここまで6分かかったわけやろ。9分じゃないで、ここに水入っているねんから、これ6分しかかかへんわけやろ。でも3倍っていう間違いができるってことは一応ちゃんと考えているっていう証拠やと思う。なんで、うん、いやただ単にこんなだけやねんけど、だって9ってできてるから 3に対して9ってやけど、真剣に考えてなかったらそういう質問も出ないと思う。あ、でも今言ったことによって納得したやろ。うん、うん、だからそれでいいんですよ。そうだから最初に3分入れて6分入れて合計9分ですよ、残り6分ですよ、つまりここまでの水の比は3対2なんですよってこと。うん、
わかった。で、これで全て出たでしょ。 A の部分が600に対して B が1200、四角は何ぼですか。9分と全部終わっちゃいましたよということね。一回止めようか。バイバーイ。